本日は「生命とは何かどこから来たのか」というタイトルでお話をさせていただきます。現在私は l c の准教授ですが同時にそのファーストロジックという会社に寄付をいただいて日本初の宇宙生物学アストロバイオロジーに関連するプログラムを運営しております。 ちょっと簡単に研究所の説明をしたいと思うんですけれども、先ほどご紹介がありましたように、我々わ l c は、惑星の起源、特に地球、生命を育むこの地球がどのようにして誕生したのかということと、その地球の上で生命というシステムがどのように誕生したのかという、この2つの大きな問いを同時に扱う、非常に学際的で、かつ国際的な研究所です。 写真を見ていただくと分かる通り、日本人研究者と外国人研究者が、まあ、混ざりながらですね、しかもそれぞれが、例えば天文、地球科学,化学、化学、生物学といった異なる背景の研究者であります。でこの研究者たちの共通の興味というものが、やはりその生命の起源なんですけれども、もともとこの生命の起源という問いはですね、 宇宙生物学という大きな学際領域の中に、えー、含まれる一つのテーマでもあります。この宇宙生物学、これはですね、えー、もともと1990年代に、えー、NASA が、えー、作った学際領域です。3つの大きな、えー、問いをく、えー、テーマを持っているんですけれども、1つ目が生命の起源、つまり生命がいつ、どこで、どのように誕生したのかという問い。2つ目が生命の分布。 これは私たち以外に生命が存在するのか、この宇宙に存在するのかという問い。そして3つ目が、えー、生命の未来ということで、もしある惑星に生命が生まれたとしたら、その生命の行く末とは何なのかということになります。これらの起源的な問いはですね、えー、我々が持っている、本来持っている知的好奇心、探求心といったものに、えーえー、立脚しておりますで。この好奇心をですね、 科学的な価値に転換したという意味で非常にその NASA はまあ戦略的にやっているということなんですけれども、まあ、かつその中でさらにそれをこう例えば宇宙探査であったり基礎研究につなげていくといったこういうことを非常に体系立,体系立てて行っております。でえーとまあ、もちろん90年代はそのアメリカを中心にこの学問が発展したんですけれども現在はもちろん l c 含め日本でもですねこのアストロバイオロジーを 研研究究てている者というのが、えー、かなりり増えてきておりますでアストロバイオロジー生命の起源のことを、えー、考えますともともとではですね、えーま、人間の持っているその好奇心に、えー、基づいて例えば、えー、哲学の分野でアリストテレスは「デ、えー、アニマ」という「えー、霊魂論」という、ま、日本語の訳ですけれどもその中で「えー、命」「心」「魂」といったものを、えー、がどういったものであるかということを問いました。 で例えば15世紀に入りますとデカルトが今度は生命というようなさまざまな分子が機械的に組み合わさってできたものだというふうな考え方から動物機械論というものを提唱いたしましたで一方でですね芸術の世界でもこの根源的なという,というものをアー,トとアートの文脈で描く例えばポール・ゴーギャンは「Where do we come from? What are we? Where are we going?」というまさに アストロバイオロジーが書える3つのテーマをそのまま、えー、絵画のタイトルにしております。さて、えー、20世紀に入りですね、こういった生命の本質、起源に対するアプローチに対して、えー、科学的な、えー、アプローチが取れるようになりました。えー、例えば、左側の理論物理学者のエルフィン・シュレディンガーは、えー、もちろん量子理学では非常に有名な、えー、著名な先生ですけれども、えー、実は生命とは何かという、あの 学会でですね、生命を物理的な観点で捉えた、こういった本が残っております。一方で、右側にいるアレクサンドル・イバノビッチョ・オパーリンは、初めて生命の起源に関連した体系的な、科学的な反応経路を考えた研究者であります。このようにですね、今私たちが生きている時代、 20世紀、21世紀というのは、まさに科学によって初めてこの根源的な生命の起源という,というふうにアプローチできるようになってきました。ただ、一方で生命の起源における問題というものがあります。まずそのうちの、えー、その2つの問題点をご紹介したいと思います。まず1つ目はですね、我々は現在1種類の生命しか知らないということです。でこれどういうことかと言いますと、皆さんこう身の回りたくさんの生命がいるじゃないかと思うんですけれども、 もう一つはですね、他の天体でまだ生命が見つかっていないということ、えー、つまり、本当の意味でこの宇宙における、えー、比較生物学はまだできていないという問題点があります。もう一つは、我々はまだ生命の誕生というものを、イベントを再現できていないということです。 生命の起源はおそらくですけれども43から38億年のどこかで起きたイベントというふうに考えられています。ただし、それに関わる例えば環境、えー、要素、構成要素、あるいは要した時間というものがまだ不明です。従って再現性がある事象なのかどうかということすらまだ分からない。何が生命誕生にとって偶然のイベントだったのか。 あるいは必然だったのかというその偶然と必然のバランスも分からないということで私たちはつまり生命というものはまだ定義できていないということになりますで先ほどの、えー、生命が一致もう少しちょっと詳しくあのお話ししていきたいと思うんですけれどもこちらに示しているのは系統樹と呼ばれる生命の、えー、木です それ,ぞれえー、それぞれの生物が持っている、えー、遺伝情報の、えー、類似性、近さに基づいて、このように、えー、木のように、えー、その関係性を描くことができるんですけれども、真ん中に示された星の部分、ここに、えー、生命の共通祖先がいて、上の方にバクテリアという一群、下の方にはコ細菌と呼ばれるグループ、そして我々人を含む真核生物というのは、そのコ細菌の中の1つの枝であるというふうに最近は。 言われ始めています、えー、昨年、ですねちょうどこの真核生物の根元に近い部分から派生している古細菌の、えー、初めて、えー、写真電子顕微鏡写真が撮られまして、我々の直接のご先祖であるかもしれないこのアスガルド個細菌という微生物の、えー、写真が撮像されました。これは一つ大きな話題になっています。ただし、ですねこの共通祖先がどういった生命だったのかということはまだまだ 議論の最中であります一方で地質学的に、えー、生命の痕跡をたどっていきますと生命誕生のタイミングというものをある程度類推することができます、えー、例えばですね太陽系が誕生したのは今からお,およそ45.6 45.6億年前というふうに考えられていまして、えー、地球ができたのがだいたい45億年前。えー 月ができたのが40、まあ、45億年前、同じぐらいですね。で、えー、そこからさまざ、あ、まなこう惑星形成に、えー、必要な、まあ、天体、えー、小天体が降ってきて、表面がこうマグマオーシャンといって、まあ、一時的に、えー、とマグマになったというふうに考えられているんですけれども、それが徐々に徐々に収まって、冷えて、えーと、初めて海ができたと言われているのがだいたい44億年前。問題はですね、 この40億年前という海ができたタイミングと、えー、現在、えー、地質学的に残っている微化石、微生物の化石というのが大体34億年前に、えー、の地層から見つかっているんですけれども、この10億年の間に生命が誕生,されたあ誕生したというふうに考えられるんですが、その間に何が起こったのかということがまだまだ分かりません。 1一つ痕跡として残っているのは41億年前の、えー、ジルコンと呼ばれる鉱物に含まれた、えー、炭素。これはです、ね、非常に軽い炭素を含んでいるものが見つかりまして、生命というものは、えー、重,い重い分子と軽い分子があるときに、軽い分子を、えー、酵素が、えー、より処理しやすいということで、軽い炭素、軽い窒素が濃縮するということが知られていますので、この軽い炭素というのはひょっとしたら 41億年前に生命が誕生していたということを示唆するような結果かもしれません。いずれにせよ、ですねこのまだまだ幅広い10億年というこの期間の中でどのように分子進化が起きたというかというのが生命の起源において非常に大きな謎となっております。NASA が生命の定義を実は行っていまして。 生命とは何かということを考えたときに、まあ、何らかのそういう作業仮説が必要になるわけなので、NASA はこのように定義しています。生命とはダーウィン的進化を行うことができる、事故を維持することができる科学システムであると言っています。これ、パッと一度聞いても何のことかよくわからないという人も多いかと思うので、簡単に噛み砕いて説明すると、まずダーウィン的進化、まあ、つまり進化能を持つことができる、ある環境にさらされたときに、 その環境に適応するものと適応しにくいものがもしいるとすれば適応するものが残っているという、えー、と選択進化これはですね遺伝物質を持っていることによってこういった進化能を獲得することができるわけなんですけれどもこの遺伝というものは DNA という情報に書き込まれているわけです一方で自己を維持するこれはどういうことかというと代謝を行うことによって 外界からエネルギーを獲得して、そのエネルギーで再生産を行うことができる。これは実はタンパク質、えー、と呼ばれる分子がさまざまな化学反応を担うことによって支えています。この DNA とタンパク質、ちょっと覚えていていただきたいんですけれども、実はすべての生命に共通する機構というのがあります。それはこのセントラルドクマと呼ばれる機構で、左側にあるの分子が DNA。 この遺伝情報に書き込まれたものを一度 RNA という分子に転写して、最終的にタンパク質を作る、えー。この機構はセントラルドグマと呼ばれているんですけども、地球上のすべての生命が共通して持っている機構というふうに考えてられています。DNA と RNA という分子は、核酸という最小単位のがつながった紐です。一方で、タンパク質というのはアミノ酸という最小単位がつながってできた紐。 つまり生命というのはこの2種類の紐がそのプロセスの根幹を支えているということになります。では問題はこういった紐がえ初期地球においてどのようにして誕生したのかということはえ大きな謎なわけです。一つ一つブレイクダウンして考えていくと例えばまずタンパク質の元になっているアミノ酸。実はこのアミノ酸というのは非常にまあもちろん皆さんサプリとかでこう取ったこともえたあるかもしれないんですけれども。 実はこれ、宇宙における非常に普遍的な生命の部品というふうに考えられています、えー。例えばですね、生命が今、タンパク質を作るために使っているアミノ酸、20種類あるんですけれども、こちら表でお見せしているものなんですけれども、このうちのいくつが、えー、実際に例えば、えー、宇宙あるいは、えー、生命とは関係のない化学反応プロセスでもたらされるかといいますと、こちらに示しますように、実は例えば炭素質の隕石。 の中であったり、あるいはユーリー・ミラーの実験と呼ばれる化学進化実験によって、えー、実は得られやすいアミノ酸というものが知られています。この上位の10種類というのは、特にこういった非生物的なプロセスでも手に入るものです。つまり、生命が、えー、タンパク質を作る上で使っているアミノ酸の半分というのは、もうすでに、えー、初期の地球、あるいは宇宙において普遍的にひょっとしたら手に入るようなものなのかもしれません。一方で、 DNA だったり RNA の元になっている核酸、これは実は作るのが非常に大変だというふうに考えられています。ただ一方で不可能でもなさそうだというのが最近の見解です。先ほどの例えば初期地球環境を想定した科学進化実験というものを行うと、シアン化水素というものをスタート、出発物質として、実は RNA 分子を作ることができるということがこれまでの知見で分かっています。ただし、 RNA の分子の何種類かしかできないので、実は RNA ができても肝心の情報のコピーに必要な塩基対形成。例えば U という RNA 分子に対して、その反対側の分子が手をつなぐような分子というものが必要になるんですけれども、例えば U と A、C と G というふうに。ただ、この手をつなぐ分子が見つかっていなかったというのが一つ問題でした。ただ、最新の研究から、 実はは似たたようなな環境でで RNA DNA だけではなくのの鎖の元も見つかってきましたこれによってですね、実は U と RNA の U と DNA の A、RNA の C と DNA の I というふうにですね、このように情報をコピーするために必要な塩基対を作れるような分子が同じ環境で誕生できるということが分かってきました。 これはまあ最新の仮説なんですけれども、こういうですね情報の複製と進化が可能な分子が同じ環境で生じて、しかもそれは RNA と DNA の分子が両方混ざった状態で生まれるということで、DNARNA ワー,ワールド仮説という仮説が今、非常に注目を浴びていますま。この生命がなんでこの4文字を使うようになったのか、なぜ6文字じゃないのか、8文字じゃないのかというのは、いろいろ あのクエスチョンが残っているわけなんですけれども、まあ、もちろんアミノ酸もなんで20種類なのか、他のアミノ酸じゃだめなのかという問題もあるわけなんですけれども、それはおそらく、えーまあ、地球という環境の中で進化してきた過程で取捨選択が起きたというふうに考えられています。でこういったアミノ酸や DNA の配列の組み合わせというものはです、ね、実は、えー、ほぼ無限に存在するというふうに考えられるんですね。まあ、ある程度の長さ をえー、と考えてあげるとです、ね、例えば、アミノ酸20種類が 100, 100個つながった時は、えー、ときは、20の100乗の組み合わせという組み合わせの数が存在できるわけで、まあ、言ってみれば、この宇宙における地球、惑星地球と同じように、生命が利用できるタンポキサや DNA アルネ配列というのは、ほんの実はたくさん存在する可能性の中のごく一部ということになります。では、そのごく一部をなぜ生命が使うようになってきたのかということを 実はですね、実験的に確かめれるようになってきました。私自身が今、まさに研究で注目していることはですね、この合成生物学という方法を利用して、生命の起源に迫ろうというアプローチです。これはどういうことかといいますと、私たちの研究グループでは現在、さまざまなアミノ酸を組み合わせて、過去に存在していたかもしれない原始的なタンパク質というものをたくさん合成しています。 どれぐらい作れるかというと、1回の実験で10兆種類のタンパク質を一度に作ることができます。で、これを作って、その機能、その10兆種類の中から、原始的な化学反応に重要な機能というものを探しに行くと、どれぐらいの数のものがその機能を持っているのかというものが見える、見ることができます。で、これをですね、えー、適応度地形というふうに我々は呼んでるんですけれども、10兆種類の配列空間の中で、 そのうちのどれが本当に良い機能を持っているのかというものをこういう山のように山脈のように表すことができるんですね。でこの適応度地形をそれぞれの機能で見ていくとあこの機能は山が大き1個の大きな山しかないのでひょっとしたらこれはその配列の中から見つかりにくいとかあるいはこう山がたくさんあると実はその機能というのはさまざまな配列が担うことができるさまざまなタンパク質がその機能を担うことができるということが分かってくるわけです。 まあこのようにしてですね、えー、あり得た、えー、タンパク質、あるいは RNA、DNA という生命関連分子を作って調べるという、まあ、やり方、アプローチはですね、あの私が非常に好きなその物理学者のリチャード・ファインマンが言う、まあえーと、私に作れないものは私には理解できないという、えーまあ、格言に非常に似ていまして、自分たちで実際に作って、それを調べて、まあ、地球の生命、あるいは地球外に 存在すするかもしれなないいい機能性分子に迫ってううというふうな考えであります、えー、時間もだいぶしてきたので、えー、ちょっと最後の方ははしょり気味になりますが、もう一つ重要な観点があって、エネルギーの観点ですね。でこれはその生命というのは、やはり自分自身を構成する分子というものを常に維持して再生産する必要があるので、エネルギーを外界から取り込む必要があります。 でこ,のこれはですね、まあ、シュレディンガーが生命は常に乱雑さが遠いところにあるというふうに言っていたことと同じで、エネルギーを取り込む必要があるんですけれども、このエネルギーというものはつまり電子の移動になります。で、こちらはですね、あの私の娘が先日おせんべいを食べていたんですけれども、これはですね、まあ、炭水化物というふうに考えると、炭水化物は電子が豊富な分子で、それをですね、まあ、あの 吸って自分が吸っているこの酸素と結びつけると、そこから自由エネルギーというものを取り出すことができます。なので、えー、この電子を渡したい分子と電子を受け取りたい分子を取り込むということが、実はこの生命のプロセスにとって非常に重要になるわけです。ちなみにお米1 0 0をもべて燃やすと、3 5 6ロカロリを得ることができるんですが、実は地球におけるその生命の献立表を見ると、このようにですね、 さまざまな電子を上げたいものと電子が欲しいものの組み合わせが考えられます。で、この組み合わせはどこが決めているかというと、実はこれは星のそれぞれの環境が決めているということになります。で、えー、その未解決問題の一つ、最後の未解決問題としては、その生命が誕生した、えー、環境なんですけれども、今、その非平衡な環境を維持する2つの有力な場所として、1つ目が熱水分出口、もう1つが 地表のの温泉と,湖というものがありますこれはどちらが生命を育んだのか生命を生んだのかというのはまだまだ、えー、議論の余地があって先ほどの、えー、酸化還元物質、えー、それぞれ異なる種類が提供されますしあるいはそれぞれの環境によって、えー、例えば、えー、乾,燥が乾,燥や乾燥したり濡れたりするサイクルが大事であったり例えば pH が大事だこういったことによって どっちの環境がいいかというものはまだまだ議論の最中でありますが同時にこれは地球だけの問題ではなくて似たような環境というのが地球外にありますので例えば氷衛星の熱水分出口実は私の背景にあるこちらは土星の衛星のエンキャラドスから吹き出ている海の粒子なんですけれどもこち,らのこちらを分析することで地球外の熱水分出口の で、起きている化学反応について迫ることができますし、一方で火星に目を向けると、火星に存在していたかもしれない湖や温泉を実際の探査によって分析するような今時代に我々は突入していると,ということで、すみません、最後になりますが、えー、星が生んだこの生命という系、えー、その起,を起源の謎を紐解く旅というのは、えー、まだまだ続くということで、えー、最後、終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。